日常演技の食うたにようこそ。さて本日の曲はこちら、ではごゆっくりお楽しみください。こちらスターバックスのいろいろな商品をまた食べたいと思います。本日注目したのはこちらのバナナアーモンドミルクフラペチーノ。バナナ大好きな自分としてはシテラナスモスハニーオーツミルクラテっていうのも頼んでみました。あとはマンゴーイチゴのタルトやフレンチトースター、あとヨーグルト、こちらもバナナ入ってるんですね。これ楽しみで、紅茶ケーキ、これどれも美味しそうですね。でもやっぱり一番はこちらのバナナフラペチーノなので早く食べたいです。それではチャンネル登録よろしくお願いします。早速フラペチーノから飲んでみますね。どんなんなんだろう。それではフラペチーノのバナナ感もフレンチトーストの甘さも甘おういちごの甘酸っぱさもアーモンドミルクの香ばしさもオーツミルクは初体験なので何とも言いませんが、どれも思ったよりすごいですね。本当に美味しいです。そしてヨーグルト、シンプルかなと思ったら意外とあれ、でもこっちもう一つちょっと物足りない部分があるな、そんな感じになってます。朝食べるのにちょうどいいヨーグルトではありますが、もうちょっとパンチがあった方がいいような気もしますね。詳細は後で説明します。最初に飲んだバナナアーモンドミルクフラペチーノは飲んでみた瞬間はシェイクのようにバナナが溶けているのかなと思ったんですが、そうではなく中に果肉などが入っていてバナナの甘さを感じることができました。アーモンドの食感、じゃあ上の方に出るクランチの食感かも感じることができて美味しかった。アーモンドのちょっとあっさりとしたようなイメージがありましたね。そしてその後に食べたフレンチトーストは結構分厚めで中までしっとりの甘さが浸透していて美味しかったです。甘おういちごのチーズケタルトはもうチーズのちょっと口どけの様子、チーズの中からいちごの香りがふわっと広がってきて良かったですし、アーモンドミルクケーキはもうちょっと香ばしさがあってしっとりとした生地の中から後からそれを感じることができました。そしてベリーヨーグルトのベリーグラノーラはヨーグルトもグラノーラも甘酸っぱくさっぱりとした味わいでザクザクとした食感の中から甘酸っぱさを感じることができましたしね。そしてヨーグルトのバナナグラノーラは完全に甘さのないヨーグルトの中にバナナのグラノーラが入って食感を楽しむことができました。バナナの甘さは感じられませんでした。なのでどちらかというと食感を楽しみたい方向けですね。あとおそらく甘さのないヨーグルトなので砂糖ののが気になる方にもいいと思います。そして最後のアイスハニーオーツミルクラテは結構こう香ばしい味わいでしたね。オーツミルクというのはなのでハニーといった蜂蜜も入ってるでしょうけど、かなり甘さは控えめでちょっと香ばしい苦いのが好きな方向けのラテだと思いました。そしてもうやっぱり今回の一番はこちらのバナナアーモンドミルクフラペチーノなのでってなんかもう思い切り映ってますよね、このレシート。なのでこれを代表としてこちらの点数とさせていただきます。ちゃんと覚えときよって話です。突っ込まれそうですか。というご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただき、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終焉。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。